はい、この時間はゲストを招きしています。本日 ETF 市場に新規上場した銘柄コード2562上場インデックスファンド米国株式ダウ平均為替ヘッジあり、これを管理運用する日興アセットマネジメント株式会社 ETF ビジネス開発部ビジネスデベロップメントマネージャー寺田純子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ですが、今回の ETF についてご紹介いただけますでしょうか。はい、それでは早速ですが、上場インデックスファンド米国株式ダウ平均為替ヘッジありの概要についてご紹介いたします。銘柄コードは2562、相性は上場ダウ平均米国株為替ヘッジありです。 ETF の連動対象指数はダウジョーンズ工業株価平均 TTM 円建て円ヘッジです。こちらの指数は日本円でダウ平均に投資をする際に生じる為替変動リスクを低減させることを目的として作られました。信託報酬は税込みで 0.33% 以内です。決算日は年2回で1月8日と7月8日です。初回決算日は2020年7月8日を予定しております。本日よりお取引が可能でございまして、一口1800円程度、10口単位で売買が可能でございます。続きまして、当 ETF の特徴を3点ご紹介いたします。こちらのスライドをご覧ください。まず上場日現在の価格にはなりますが、日本円で約2万円程度からご投資ができ、国内株式と同じ取引時間帯でご投資ができます。ダウ平均に連動する ETF としましては、日本初の為替ヘッジのついた ETF として東証に上場いたしました。そして東証に上場しているダウ平均に連動する ETF の中では、信託報酬、いわゆる管理コストが最も低い ETF でございます。まあ、足元ではマーケットかなり激しいですけれども、ね、ダウ平均に投資する魅力というのはどういうところにあるんでしょうか。はい、はい、ダウ平均は米国株の代表的な株価指数ともいえます。日本でもニュースなどで耳にするかもしれませんが、大型の優良企業30社が指数の構成銘柄でございます。30社といっても、企業の時価総額合計では2月末時点で800兆円を超え、東証一部上場の全銘柄を足し合わせた570兆円よりも圧倒的なスケールです。ダウ平均は世界経済の指標とも言えます。そしてダウ平均の組入れ銘柄は S&P500 指数を構成する500社のうち、輸送・公共事業を除いたセクターの中から30社が選ばれております。銘柄の選択は定量的なルールに従ったものではなく、銘柄入れ替えは必要に応じて行われます。2010年から2019年の間ではダウ平均の銘柄入れ替えは4回行われ、計6銘柄が入れ替えられました。そしてダウ平均は株価平均型の指数です。アメリカの企業30社の株価を合計し、その合計した株価を除数で割った値が指数値です。そのため、構成銘柄上位の株価の高い銘柄、いわゆる値傘株の動きに影響されやすい傾向があります。余談ですが、ダウ平均は19世紀、1896年5月26日を基準日として算出を開始し、算出当初は12銘柄でした。2015年3月にアップルが組み入れられて以降、ダウ平均の銘柄入れ替えは行われていませんが、米国及び世界の経済市場の動向をダイナミックに反映している指数といえます。そして3点目といたしまして、直近でのマーケットの大幅な調整はありますが、過去約10年間でダウ平均為替ヘッジありは指数値ベースで約 2.1 倍に上昇しております。グラフは後ほどご紹介いたします。それでは次のスライドで実際の構成銘柄を見ていきましょう。こちらの構成銘柄群に当 ETF も連動して投資をすることになります。左の図は2月末時点のダウ平均の構成銘柄のうち上位10社です。ボーイングやアップルは構成割合の 7% 程度を占めており、マクドナルドやビザ、マイクロソフトなど日本人の生活に根付いている企業も多く見られます。こちらの銘柄10社でダウ平均の構成割合の 55% 程度を占めます。続いて右の円グラフはダウ平均の構成銘柄の業種別割合です。
指数内で適切な業種配分を維持できることが考慮されており、一つの業種に偏らずバランスの取れた構成となっている点をご確認いただけます。続いて指数の配当利回りを見ていきましょう。こちらのグラフはアメリカと日本で代表的な3つの指数の年間配当利回りを2010年から比較したものです。赤色がダウ平均、青色が S&P500 指数、緑色が日経平均株価指数です。株価です。赤色のダウ平均は10年間で見ると他の2指数よりも配当利回りが上位で推移しております。当 ETF は年2回決算にしていますので、年2回分配金を受け取れる仕組みになっております。なお、上場ダウ平均米国株為替ヘッジありは今年から開始した二重課税調整の対象ファンドです。投資家にメリットのあるよう、米国現地での分配金への課税を日本で調整できる仕組みとなっております。では遅くなりましたが、実際のパフォーマンスを指数値で確認していきましょう。左のグラフは2010年1月から2020年3月10日までのダウ平均と日経平均株価の各指数値の推移でございます。当 ETF の連動対象指数のパフォーマンスは水色のグラフです。またダウ平均に直接アメリカドルで投資をした場合のグラフは赤色、為替ヘッジをしないで日本円でダウ平均にご投資したグラフは茶色、日経平均株価の推移は緑色です。なお、各指数値の値は配当を再投資せずにプライスリターンで算出をしております。先ほどのスライドでもお伝えしましたように、水色の本 ETF の指数値が過去約10年間で 2.1 倍に上昇しております。また緑色の日経平均株価と比較してダウ平均の力強いパフォーマンスをご覧いただけます。為替ヘッジありということなんですけれども、はい、このメリットはどういうところなんでしょうか。はい、為替レートの変動の影響を受けずに海外資産にご投資ができる点がメリットであると考えております。スライドの右側の表、価格変動性、いわゆるボラティリティの数値をご覧ください。当 ETF ではダウ平均に投資をする際に生じる日本円と米ドルの為替変動リスクを低減して価格変動性を抑えられます。ダウ平均為替ヘッジありは米ドルでご投資した時と同じくらいの 14% 台の価格変動性であり、為替の影響を抑えることでその効果が出ています。加えてダウ平均は銘柄数が少ないため一社の株価が指数に与える影響が大きいと思えるのですが、大型優良株を多く含むため日本の代表的な株価指数である日経平均で225社に分散投資ができるものよりもボラティリティが低いのです。総じて為替ヘッジありのダウ平均の指数は長期投資にも適した指数であると考えております。反対にデメリットというのは何かあるんでしょうか。はい、そうですね、デメリットといいますか、ご留意点が2点ございます。1点目はですね、為替の変動リスクを低減できる一方でドル円レートが円安水準になりましても為替の利益がパフォーマンスに反映されない点です。2点目はヘッジコストです。為替ヘッジをする場合、将来の為替を予約する取引が伴いヘッジコストが発生いたします。日本の短期金利よりもアメリカの短期金利が高いなどの要因でヘッジコストが生じ、パフォーマンスをやや押し下げます。水色のグラフのように米ドルで直接投資をした赤色のグラフのリターンに負けてしまいます。ですが赤色と水色のグラフは動き方が似ていることもお気づきいただけるかと思います。為替ヘッジありの投資の場合、価格変動性を抑えることで為替ヘッジなしの茶色のグラフよりもなだらかな波形のグラフとなる点が特徴といえます。本日上場した当 ETF に加えまして、日興アセットマネジメントでは S&P500 指数に連動する ETF をご用意しております。米国株式へご関心がある方はぜひ合わせてご投資をご検討いただければ幸いでございます。はい、では最後になりますが、投資家の皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。はい、世界経済の成長の指標ともいえるダウ平均に投資ができる当 ETF が日本の投資家の皆様にとって長期投資の重要なツールの一つになると考えております。日本時間で米国株式のお取引ができる当 ETF をぜひご活用いただければと思います。
引き続き日興アセットマネジメントの ETF をどうぞよろしくお願いいたします。はい、寺田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。